このスバ。他に手はなかったのでしょうか。ラクネスと違って縛られて喜ぶ趣味はないのですが。痛い気な少女を餌にしてワカメを釣るか。いいね、小説のネタにはもってこいだ。どんなことでもやると言っただろう。趣味があろうとなかろうと、何時らの使命は果たすがよい。ワカメは暗い色に反応する。コウマの娘たちの黒髪は格好の的になるはずである。ワカメがまんまとコウマの娘たちに食いついたところで、我が輩が鮮やかな一本釣りをしてやるのだ。なんて古典的な方法なんだ。俺はたまにお前が賢いのかバカなのかわからなくなるよ。生涯において自分が釣り絵になる日が来ようとは。封印を解いたばかりに厄介なことになったね。まあ多少反省はしていますが、後悔はしていません。同意見だよ、メグミン。私たちはコウマ族だからね。しっ、声を落とすのだ。ターゲットのお出ましか。コウマの娘たちよ、我が輩と小僧で責任を持って引っ張り上げてやる。昆布の気持ちになってやつを誘うのだ。昆布の小説を書く予定はないけど、まあこれも勉強かな。お願いしますよ。失敗したら末代までたたります。おお、ワカメが海から伸びてきた。ギリギリまで引きつけるのだ。引きつけて、まだ引きつけて。今！ボソボソボソ。なるほど、これが釣り絵の気持ち。わかった、わかったぞ。わかりたくもないですよ。餌がこんなに怖い思いをしていたなんて。おい、二人とも無事だな。今縄を解いてやる。
いてください。それでこれが例のワカメだね。わさわさわさ。なんか前に見た時より大きくなってないか？見間違いではない。この短期間にそれだけ捕食したということだ。わさ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 。さあ、大悪魔バニルがお相手しよう。仕置きの時間である。この巣は